もう軽いサビだったら一撃ですね。はい、どうも、副島マックスでございます。メッキ部分のサビ取り、そしてコーティングを行いたいと思っております。中来さんっていうところから、メッキのサビ取り剤はうちはすごいですよと、これは最強ですみたいな感じで、試供品をいただきました。まあ、こういうところですね。こういうメッキをされてるパーツのサビ取り、結構くすんでるし、まあサビは出てますよね。こういうとこ提供していただきましたのがこちらです。サビ取り剤、サビ取りキング、くすみとかを取って磨けるというミガキング、メッキ保護剤です。メッキング、汚れ拭きクロスですね。こうやっぱキングがつくと、どうしても僕らの世代はレッドキングですね。こういう動きをするレッドキング、ここね、ここだいぶよう見たら結構やられてるんだよね。サビ取りキングをこれから使います。たっぷり使ってくださいって書いてるんで、たっぷり使いましょう。たっぷりたっぷり、これね、ここね、いきますよ。こうゆっくり拭き取る感じでと書いてますが、擦るんじゃないってことですね。場所を変えて液をたっぷり使います。よっ、キュッキュッキュッ、どうかな。クロスの場所も変えてやると、あ、取れる、取れてるな、ほら取れるね。へえ、このネジのとこなんか結構ね、分かりやすく取れちゃうね。あ、取れますね、取れてますよね。取れる取れる取れる取れてる。たっぷりたっぷりたっぷり使って、こう拭き取るように動かして、これクロスの場所を変えるのは、こう取ったサビで他のメッキ部分が傷つかないようにということでした。うん、あの最初とは全然印象が違いますね。最初は本当なんか錆びてるなーって感じだったんですけど、これが錆び取りキングの効果。あ、変わったね、変わりましたね。もうちょっとしつこくやってみよう。ひたすら繰り返しです。たっぷりつけて、ベジョーン、ジュリ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 。いや、でも効果はあるね。全然違うじゃん、他の部分と全然違いますよ。ここね、今かましたんですね。錆び取りキングかましました。綺麗になってます。こちらかます前こんな感じでした。こうね、ネジの穴のとこなんか結構錆びてて、こういう錆、細かい錆が点在しておりましたけども、全然綺麗ですね。このキャリアの半分ぐらいもちょっとこれでやってみようか。いや、これは面白い。うん、面白いな。どうしてこう汚れが取れたりすると面白いんでしょうかね。面白いって思いますよね、感じますよね、面白いなっつって。これで一生懸命やっちゃうんでしょ。うわー綺麗になった綺麗になったってね、なっちゃうんですよね。サビがね、こう分かりやすく取れていくのが楽しい。こんだけ気持ちよく取れてくれると楽しくなっちゃう。こうやってつけて、こうね、こう錆びてますよね、これね、これ錆びてるところちょっといきますよ。ほらほら、シュ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 、こすると、ほら消えたでしょ、ほら消えるわけですよ。なんかこうサビが普通の汚れみたいな感じでチャチャチャっと落ちちゃうわけで、こうね、クロスの拭いてないとこで綺麗にしちゃうと。軽いサビだったら一撃ですね。すごいな、サビ取りキングの凄さ分かった。うさんくさいと思ってたんだけどないや、全然失礼しました、失礼しました。めちゃくちゃいいです。メッキコンパウンドミガキング、クロスがついてます。これはメガネ拭きのクロスみたいなやつですが、すごく密度が高くて、まあ、汚れが取れるということです。この辺をちょっともう一回磨いてみたいと思います。よく振ってからお使いください。こう染み込ませる感じですね。優しく拭いてください。これもゴシゴシは禁止ですということですね。これもね、おお、すげえ、あらまあ、あらまあ、びっくり。わかります？この辺のこう、あっからさまに違う感じになってきてる感じ。どうでしょう皆さん、変わった、変わりましたね。光ってますよね、全然光が違うね。すごいね、これほんまにガチで今作業してるんで、結構ガチですよこれ。錆取りをして
でちょっと細かいね、いわゆる磨きをこうかましたんで、次は保護ですね。これがメッキングです。今度は仕上げとしてこちらに塗り込みたいと思います。ちょっとだけここに垂らして薄く伸ばすと書いてます。ガラス皮膜をワックス感覚で塗り込むと書いております。だいたい1滴で10センチ四方ぐらいだということです。これですね、このくらいちょっと垂らしましたけど、ああなるほどな、こういうことか。いやー、これ仕上がったな、これは仕上がったな、仕上がったなっていうのが分かるもんね。全然違う。やりました。どうですか皆さん、これ全然違いますよね。全然こういろいろ変わってるよね、光り輝いてるよね。あ、すげえ、すごいです。はあ、いや違うもんですね。錆取りキングやって、磨きキングやって、メッキングやった部分です。でこれ何もしてないところ、全然違いますよね。全く違いますよね。もうこれ古いですからね、かなりまだ細かい穴とか錆とかありますけど、でも十分すぎるくらい綺麗になったな。これが最初こんなんだったもんね。こうなったんですよ。透明で見て全然わかりますもんね。明らかにこう施工した側は綺麗ですもんね。輝きが違うし、すげえな。いや、これはすごいぞ。めっちゃ綺麗になりました。びっくりです。このサビ取りキング、磨キング、メッキ保護剤、メッキング、まあ、クロス2つあったね。汚れ拭きクロスと史上最強クロス、まあクロスだね、はい、というわけで今日は中来さんのですね、キングたちをご紹介しました。結構ガチですごいと思いましたよ、はい、というわけで今回はここまででございます、もしよかったらチャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ドイジマックスでした。またお会いしましょう。ラカサデルメレンゲラララララララ y la casa de la bachata